はい、炭酸水マニアのユッキーの、炭酸水動画。今回は、久々にね、炭酸水ということでこちらです。サンベルナルドらしい。スパークリングナチュラルミネラルウォーター 1.5 リッター。です。こちらが原材料名が、水過去香水と炭酸。賞味期限が、まあどうでもいいや。原産国がイタリアです。輸入者が、富士貿易、過去株式会社。採水地がロッチャビーバ。ですね。これがね、1.5 リッターも入ってるんですけど、しかも、イタリアでしょ?なのに、これ98円ぐらいか、80円ぐらいで売ってたんですよ。なんだこれと思ってる。硬度が 25.2mg。pH が 7.0。サルフェートっていうのが 0.26g。なんだサルフェートって。で、栄養成分表は、ナトリウムが 0.08mg、カルシウムが 0.91mg、マグネシウムが 0.06mg、カリウムが 0.04mg です。で、100cc あたりね。これ、賞味期限大丈夫だな、マジで。賞味期限があれだったから安いんじゃないのか、もしかしたら。あ、あったあった。2019年のな、7月の16日までですね。うん。まだあと3ヶ月ぐらいは。これうまかったらあれですよ。ペリエ並みのうまさだったらこれあれですよ。マジそこの店行ってか、買いまくってやる。ペリエ並みにうまかったらマジで買い占めよ。はい、乾杯。あ、ん?あ、でも炭酸弱いっすね。うん。あ、でもペリエっぽい。味が。ちょっと酸味があるかな。うん。うん。ちょっと酸味があるのと、あと、ちょっと炭酸が非常に、まあ弱め。ググりましょう。ベルナルド、酸。ベルナルド。酸ベルナルド。炭酸水。あれ?あ、似たような商品が Amazon でも売られてます。Amazon の方はサンベネデッド。名前が違いますね。似たようなもんでしょう。これは。結構マイナーなのかな。うん。
以前、サンペレグリノっていうのは飲んだんですけど、あれがものすごい微炭酸で、多分炭酸を完璧に抜いてるね。抜けてるね。結局ほら、炭酸水って、結局ほっとくと、まあ、賞味期限にもあるように、多分賞味期限切れると、ほとんど炭酸抜けてるんですよ。なんか酸っぱいな。酸味があるな。そもそも、ない。マイナーすぎてないのか。ググっても出ない。え？サンベルナルドだよね。サンベネデットはあるんですよ。もうない。これあまりにもマイナーすぎるのか、出てこないですね。うん、ほぼ出てこないです。でも酸っぱいな、なんか。明らかに酸っぱいな。なんだこの酸味は。酸っぱい。ものすごい酸っぱい。これは酸っぱい。ダメだな、これ。いらん。これあれだわ、酸っぱい。だからストレートで飲むからダメなんだよ、これ。なんかでハイボールとかにして飲めば、多分、そこら辺、まあ、感じなくなるとは思うんで、まあね。そこっすね。これストレートで飲んでるとダメだ。確実にまずい。これ買う価値はまあないでしょうね。うん、味も酸っぱいんで、ダメです。一つ星。おしゃれを飲みました。